ウクライナ軍は、アメリカから高機動ロケット砲システムハイマースの供与を受けて実戦配備して以来、それをロシア軍の歩兵、戦車などの装甲車両への直接攻撃ではなく、後方の兵站補給路の遮断や集積地への攻撃、および司令部や兵舎などへの攻撃を展開してきたね。その結果として、ロシア軍がそれまで後方から猛烈な支援砲撃を行っていたものが、だんだん頻度や砲弾量が減少していることが、NASA の衛星写真を利用した火災感知システムで判明しているぜ。前線部隊の進撃速度が落ちるか、あるいは停滞していて、前線のロシア軍部隊への補給が滞っているのではないかと見られているんでしょ？ハイマースの投入は戦場に一石を投じる結果になったみたいだね。そうだね。さて今回は、ハイマースの有効活用に対レーダーミサイルを供与して、ロシアは供与兵器の破壊を強調したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ハイマースは機動性の良い多連装ロケット砲システム、いわゆるマースマルチプルローンチロケットシステムと呼ばれる兵器なんだけど、このマースとは東西冷戦時代に、旧ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が強力強大な大戦車部を押し立てて、北大西洋条約機構が NATO 陣営に襲いかかられた場合に、それに対抗するだけの戦車数を持たなかったアメリカが、多数の小型爆弾を数百個詰め込んだクラスター弾頭のロケット弾、旧ソ連軍の榴弾砲の射程では届かない遠方から一斉射撃し、クラスター爆弾の雨を降らせて進行部隊を丸ごと壊滅することを狙う面制圧のために開発された兵器なんだって。この MLRS は 227mm ロケット弾を12発搭載可能な M270 が現在でも NATO 諸国で運用されていて、今回ウクライナにはハイマース他に、イギリス軍が保有していた M270 と、M270 をドイツがフランス、イギリス、イタリアなどと改良して運用しているマース2が供与されているよ。ウクライナ軍には8月12日までにハイマースが16機供与されているんだけど、ウクライナ軍には蒸気のようにハイマースの他にもマースが供与されていて、ウクライナ軍は高機動性のハイマースと、機動性は劣るもののハイマースの倍の12発のロケット弾を連続発射可能な M270 とマース2を状況に合わせてうまく使い分けているみたい。ハイマースと他のマースが使用するロケット弾は全く同じものであり、具体的にアメリカがウクライナに供与しているロケット弾は高性能爆薬を詰めた単弾頭タイプで、長射程の M30AH または M31 と見られているよ。ちなみに M30AH のベースは M30 クラスター弾で、弾頭に約400個の小爆弾小型爆弾を詰めて発射し、目標上空で炸裂させて広範囲に小型爆弾の雨を降らせて、そこに展開いている敵部隊を一気に殲滅して面を制圧するものだったんだぜ。しかしながらこのクラスター弾は不発弾となる爆弾が多く発生することが指摘され、戦後平時となった際に残った不発弾によって住民に犠牲が出ることが多々あることから非人道的兵器と批判され、近年は国際的にその使用を規制する動きが活発になり、クラスター爆弾禁止条約オスロ条約が成立し、日本はその条約を批准していて、現在の陸上自衛隊はクラスター弾を保有していないんだ。戦時下の名残で住民が犠牲になるなんてあってはならないことだもんね。しかし、アメリカはこのオスロ条約を批准しておらずロシアや中国も批准していない。国際法的にはクラスター爆弾の使用には問題がないんだけど、世界の潮流に合わせて M30 のクラスター弾を廃止して単弾頭型に改良したのが M30AH を運用しているってわけ。M30AH、M31 どちらも最大射程は70から 80km、90km 以上との見方もあるとされるんだけど、なんといってもこのロケット弾の利点は GPS を使った誘導による、高い命中精度を誇る G-MARS ロケット弾であるということで、その誤差は 70km 先の目標に対して2から3メートル程度とされているよ。実際にウクライナにおいてピンポイントな精密誘導は遺憾なく発揮されており、7月下旬にロシア軍が占領しているウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊のドニプロドニエプル川に架かるアントノフ橋をハイマースのピンポイント攻撃で通行不能にしたことでもわかるよな。このアントニフスキー橋攻撃で注目すべきは、橋を完全に破壊するのではなく、道路部分に大きな穴を数箇所開け、大型トラックのみを通行不可として小型車や徒歩による通行を可能にしながら、橋脚などが無傷である点だね。ヘルソン市やドニプロ川を溶かしてムイコラーユ方面に進出して展開しているロシア軍の重要な補給路であるこの橋にダメージを与えつつ、ヘルソン市を奪還した際には橋を素早く修復できるようにするために橋脚の破壊は避ける攻撃を見せたんだ。まさに脳外科手術のような精密砲撃をロシア軍に見せつけたってことだね。通常のロケット弾は長射程で遠方の目標を攻撃することができるんだけど、榴弾砲などよりも命中精度は低く、
ロケット弾のこうした欠点をカバーするため多数のロケット弾をほぼ同時に連続発射して、かつクラスター爆弾によって広範囲に面を制圧するとの発想が生まれ、マースが登場したよ。しかしながら、長射程であり精密誘導によるピンポイント攻撃が可能な G マースの開発によって、クラスター弾を使わなくとも広範囲での面制圧が可能となったってわけだな。このハイマースなどのマースから発射される長射程精密誘導ロケット弾に対して、ロシア軍は相当手を焼いていると見られ、実戦配備されてから頻繁にハイマースを破壊したとのプロパガンダを必死に展開しているよ。8月9日にもロシア国防省が定例記者会見において、ウクライナ中部のウマニにある弾薬庫を攻撃して、弾薬庫内に保管されていたハイマース用のミサイル300発以上と、155mm 牽引式榴弾砲 M777 を破壊したと発表しているみたい。ロシア国防省やロシア軍は、このようなハイマース関連の破壊情報を盛んに発表しているんだけど、いずれも証拠となる画像や動画がなく、たまに添付されていても不鮮明であったり爆発の瞬間だけを切り取って公開していたり、事実認定が不可能なものばかりであると指摘されていて、9日の発表についてもこれを報じたロイター通信が事実関係は確認できていないとしているんだ。このようにハイマースなどのマースを恐れるロシア軍にとって、さらに厄介な兵器がアメリカからウクライナに供与されたことが、アメリカ国防総省から発表されたよ。8月8日、アメリカのカール国防次官が記者会見において、アメリカがウクライナに対してレーダーシステムを標的として自律的に攻撃する対レーダーミサイルを供与したことを明らかにしたんだ。カール国防次官は対レーダーミサイルの種類や、具体的な日時や正確な数量などは明らかにしなかったものの、CNN の取材などによって供与されたミサイルは空対地ミサイル AGM-88 であることが分かっているよ。実はその以前、7月25日にウクライナのレズニコウ国防相が対レーダーミサイルを受け取ったとの発言をしてはいたものの、ウクライナ空軍の戦闘機が全て旧ソ連製であることあら、西側の対レーダーミサイルの運用にはかなりの時間がかかるとされて重要視されていなかったんだ。しかし、カール国防次官の発表の前日7日に、戦場において AGM-88 のものと認定できる破片が発見されたことが、ウクライナの悪霊ネウィーポンズトラッカーのツイッターに投稿され、すでに供与されてウクライナ軍が運用していることが明らかになったってわけ。そのため、今更唐突なカール国防次官の発表につながったとされているんだけど、これについてはアメリカとしては AGM-88 の供与はできるだけ秘匿しておき、ロシア軍に気づかれる前に S-400、S-300 などを、対レーダーミサイルでできるだけ破壊しておきたいとの目論みがあったのではないかとの推測もあるよ。AGM-88 がすでに供与され運用されているとして、どのプラットフォームから発射されたのかは謎なんだけど、アメリカがウクライナにMiG-29のためのパーツを供与したとの情報があり、これがMiG-29において AGM-88 を発射可能とするものであった可能性が高いとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。